では2番目の議題ですね、第三質問のデータベースセンター高橋原研究所の岡本忍さんから皆さんのテストを用いたデスクワーカープロモアノテーションの事実ということで発表をいたします。あ、皆さんこんにちは、ライフサイエンス統合データベースセンターの岡本と申します。よろしくお願いいたします。会場がこんなに大きいとはちょっと思っていなくて、今日はできればリアルタイムのデモとかやろうとか無謀なことを考えておりますが、時間の限りちょっと目いっぱい詰め込みたいと思っています。よろしくお願いします。本日発表させていただくタイトルはこのように、カズサノテーションを用いた分散型ゲノムアノテーションの実証実験となっておりまして、今日、お伝えしたいことは、エリートモデル生物ではない、ある程度ちょっと抽象マイナーな生物に関してゲノムアノテーションをマニュアルでつけるような、モデルを、実験としてやってみて、これぐらいのコストでこれぐらいのことができましたという報告をさせていただきます。で、先ほどまでの発表でも何度かありましたように、昨今のゲノムアノテーションの背景ですけれども、次世代シーケンサー、ニュー世代シーケンサーが出てきまして、ゲノムの配列のコストがめちゃくちゃ下がりました。で、今多分もうもしかすると、コミュニティ研究したい生き物があったらまずゲノム配列を決めてから研究するとか、下手するとラボで興味のある生物を決めてから研究するみたいな感じの、雰囲気になってきてると思います。で、そこで当然シーケンスを決めた後、先ほど中村先生からもありましたように、決めっぱなしではただの配列ですので、その遺伝子がどこにあるのかとか機能アノテーションというものが重要になってきます。で、その質自体が研究の進捗を左右するような状況になっていると思います。で、そこで重要なのは、機械のパイプラインもどんどん良くなっておりますけれども、やはり人手によるアノテーションというのはかなり重要であるということは変わらないと思います。で、しかしながら、マイナーな生物であるとかすごく面白い特徴を持っているんだけれども、そんなに研究者がいないような生物ではゲノムのアノテーションの人的リソース、他の大きなデータベースセンターがほっといたらつけてくれるみたいなのはあまり期待できないわけです。昨今大きなところ、例えばテアみたいなところでもアノテーションというのは先ほども話がありましたようにあまり評価されませんので、予算が削減されて大変みたいな話もあります。で、このような時に、中小規模な、コミュニティでのゲノムアノテーションのあり方というのはいろいろ研究されていて提案されています。その中で今回我々は研究コミュニティの、みんなのこう力を使ってアノテーションする方法と、あと IT 技術を使って空間的や時間的な制約を減少する、具体的には必ず集まらないといけないということはなくて、それぞれの大学にいながらにしてアノテーションの、アクティビティをコミットするような方法がいいんじゃないか。で、データベースとしてはいろいろなアノテーションと一言で言っても、例えばオントロジーを作りたいであるとか機能をもっと充実させたいとか論文情報を取りたいとか、いろいろなアノテーションが研究のフェーズ、コミュニティによってあると思うんですけれども、その時の入れ物ですね、フレキシブルに対応できる入れ物っていうのが重要じゃないかなと考えました。で、そこでこれらを満たすような検証実験のモデルとして、自由度の高いデータベースと IT を駆使した分散型のアノテーションっていうのを、ちょっとやってみました。で、タイトルとしてはカズサアノテーションシステムを使って分散アノテーションの実験をした、で、やったアノテーションはジーンインデキシングというものをやりました。で、最初にですね、その、目標に掲げた集合値っていうか、研究コミュニティある程度クローズドな、専門家の知識を利用してアノテーションをつけるっていうことと、でも物理的にあったりするのはコストが大変だし、時間を合わせるのもコストが大変なので、それを、制約を減少させるというモデルとして、日本各地にですね、ある程度この実験をやって専門的に分かってらっしゃる修士ドクターを持ってらっしゃる方、京都、千葉、東京、筑波ですね、そのような方々に、インターネットを介してアノテーションをしてもらうようなモデルを組みました。で、実際の運用はですね、ここのところがアノテーションの運用になるんですけれども、近くにいる人たちは物理的な会議もしますけれども、ほとんど週1回昨今見てらっしゃる方もいると思いますけども、ユーストリームというサービスで1週間に1回会議を配信して、それをスカイプとかでこうリアクションを取ったりとか、文献の管理なども、トラックという既存のシステムやウィキシステムであるとかソーシャルネットワーキングのシステムを使って、情報共有をしながら、進めていきました。それらはすぐに、カズサアノテーションという DB に入って、もう即時公開です。もうリアルタイムで公開されていきます。で、ユーザーさんに、また別の形、それぞれの個別の生物の DB として使っていただいてフィードバックをもらう、また開発者の、ご覧になる
ライフサイエンス統合データベースセンターの中尾さんですけれども、開発者の方とかにもフィードバックがリアルタイムにかかるような、IT を駆使した運用をしております。でこちらが DB で、DB に関してはいろいろ中尾さんのアイデアがあるんですけれども、今回は詳しくは話しませんが、こちらで、アクセスしていただくことができます。でこの DB は非常にいろいろなアノテーションに対応できるフレキシブルな構造になっております。で、やっているアノテーションについて説明させていただきます。でジーンデキシングというアノテーション、マニュアルアノテーションをやっているんですけれども、これは何かというと、非常にシンプルなアノテーションです。まずオリジナルの、オリジナルペーパーの全文ですね、フルペーパーを、目でとか読みます人が。でそこのどこのセクション、イントロ、マテメソ、リザルト、ディスカッション、タイトルとかセクションがあるんですけれども、そこに注目している生物種の遺伝子もしくはタンパク質の、エンティティ、名前が出現するかっていうのをひたすら抽出するという、アノテーションをやっています。でこんなことをやって何になるかっていうことなんですけれども、どこの遺伝子、どの生物の遺伝子がどの論文でどういうふうに言及されているかっていうのは、より高度なアノテーションをつけていくための、基盤的な証拠、ファクトになります。つまり、研究というのはなかなか難しくていろいろ解釈が入るわけで、あの研究グループが言っていることが、数年後かにはひっくり返ったりすることとかもありますし、その解釈を入れることは難しいですけれども、論文の何年の論文のどこそこにどう書かれていたという事実は一切覆らないわけですから、これらは非常に有用な基盤的な情報として使います。でこれを全部マニュアルで抜き出しました。でもうちょっとイメージ的に分かるように言いますと、例えばこのフルペーパーがありますと、この赤で示しましたところに、遺伝子名であるとかタンパク名が出てきたら、もうこれはアブストに出て、どこのパブメド ID 何番の論文のアブストに出てきたとか、イントロに出てきたとか、フィギュアの中に出てきたとか、テーブルに出てきたっていうのを全部逐一生物ごとに抜き出しています。それで今まで2年間、2007年から、今現在まで約2年間にわたってアノテーションを入力し続けてきました。で論文数にしまして5600です。で生物別に言いますとですね、この約10、11の生物種、我々主に植物の研究をしておりますので、マメ科の植物ですか、それに共生するバクテリア、あと光合成のモデル微生物であるシアノバクテリアの、ものに対して、パブメドで取れるような文献を全部やりきるということをやっていて、今5600本ぐらいで、一つ一つのどの論文にどこに出たっていう数え方でいうと14万5千ぐらいのアノテーションを抜けています。で、コストといいますか、どれくらいの規模でかかっているかといいますと、参加人数は延べ辞められている方とか入られている方とかありますので延べ10名ぐらいで、平均的にアクティブにやっている方が5、6名で、期間としては27ヶ月で、ネット会議とかは週1ぐらいで最近はやっていて43回ぐらいで、実際物理的に会ったのが1回というようなコストで今ぐらいのことができています。でもう一度まとめると、生物種が11種ぐらいで、遺伝子数に直すと26000、これはだいたい真核1つぐらいやったみたいな雰囲気で考えています。で論文数では5600で、アノテーション数は14万6000ぐらいやっている。でこれは例えば生物1つに言いますと、これはカズサ DNA 研究所で世界で初めて決められた光合成バクテリアですけれども、その、スネコシスティスという生き物の約 67%、68% ぐらいの遺伝子に何らかの文献情報が付与できているというような感じになっています。でじゃあこの結果を使って何ができるのかというのも、またこれ怖いんですけど、ちょっとデモです。まずケース1ですけれども、例えばマイクロアレイとかをやって遺伝子 A というものが当たってきたんだけど自分はよくわからない、それに記述されている論文を効率よく取って、その論文の中でさらに、狂気的に言及されている他の論文を取得するみたいなケースが今の、アノテーションからできます。で例えばここにサイトスケープというグラフを、表す、フリーウェアのソフトウェアがあるんですけれども、これを使って、これは先ほどのシネコシスティス の, 我々のジーンデキシングから作った遺伝子と文献の二項関係によるネットワークです。でこれを使って、今みたいなことができます。サイトスケープを立ち上げます。で、我々の文献から作った、二項関係を読み込みます。で、これ、いくつかの生物種のすべての論文と遺伝子の二項関係にこうなってますけれども、今回は、この生き物で例えば見ますと、よいしょ、
これはグリーンの丸が遺伝子で、この四角い丸が文献になってます。どの文献にどの遺伝子が出てきたかというのが関係です。で、まあ、ある遺伝子、例えばちょっと今 ID を直接入れちゃいますけど71、まあ、こういう ID SLL1371 という遺伝子が、まあ、発現でマイクロアレイで上がってきたっていう時に、でもこれは自分はよくわからないっていう時に、この遺伝子に関係した文献を取りたいといえば、まあ、この遺伝子の、言及している論文を、例えばこの遺伝子につながっている、エッジをまず選択して、その先につながっている、ノードを選択すれば、まあ、この遺伝子に関係する文献がまず取れます。でさらにこの文献の中に狂気してくる遺伝子を取りたければ、さらにこの、エッジを選択してそこにぶら下がっているノードを取ってくれば、これである着目した遺伝子に言及している文献、さらにその文献の中に狂気してくる遺伝子が取れていることになります。これを新しいネットワークとして、まあ、書いてやれば、これが、この着目した遺伝子の、全ての文献とその文献の中に狂気してくる、遺伝子になります。でこれらは、全て ID を、まあ、取ったりですとか、ちょっとネットにつながりませんけれども、ネットから、もっと詳細な情報に飛ぶことができますので、そういうような使い方ができます。で、最後にもう一つで、ケース2として、例えばゲノム全体の発現情報を見ながら、さらにそれに関係している文献情報を見たいみたいなこともあると思うんですけども、それも我々は一応可視化の実験としてジェノダイブというブラウザーを作っておりまして、それによって質の違うデータを重ね合わせて見てもらうことができます。例えばこれはあるバクテリアの中の光っている、まあ、遺伝子のところが、文献の数を表していて、あとこの縦が発現情報を表していて、このピンみたいのが、まあ、それぞれの、まあ、これは光合成の遺伝子ですけれども表していますけれども、そういうようなのをリアルタイムで見ることができます。ちょっとギリギリまでこれ見ても、これは、ジェノダイブの起動画面で、今我々が提供しているサーバーからある生き物のところに飛んできますそうすると、まあ、DAS サーバーという仕組みから、配列を取ってきて、これはリアルタイムでこのように遺伝子のところですとか、まあ、アミノ酸配列ですとか、もっと二重らせんのどんつきまで入っていくことができます。で、ここに、今の文献情報をロードします。ちょっと光りすぎですので少し暗くします、まあ、ここのこれで今このですね、光っているところに文献がいっぱいあることがあるわけです。でそこに違う質の情報を、例えばマイクロアレイの情報とかを加えてやったり、まあ、ある特定のことに関係した光合成の遺伝子とかをこうピンで出してやることによって、まあ、発現していたり文献があったりするような情報がどこかなというのが透過的に見ることができます。まとめます。中小規模のアノテーションの、実験をしました。で 5、6 名の2年で、大体2600ぐらいの遺伝子に人手に文献情報をつけることができました。でルールベースの簡単な遺伝子の情報抽出をすることによって基盤情報の視点の価値を得ることができました。これらの、プロジェクトは、システムの設計および作成をほとんど中尾さんがやってくださっています。あとマニュアルキュレーションはこれらの方がやってくださっています。そして、中村さんは、まあ、自由にプロジェクトをやらさせていただいています。ありがとうございました。ありがとうございました。